お相手は豊永俊之と花澤香菜でした。さようなら。ラララ。最後にとしくんからためになる一言があるよ。テュララジ。もうやんの俺。あ、もうやんの、もうやんの。さあ、というわけで、どうもありがとうございました。まあ、あの普段はねこういう感じで、いつもやっております。本放送のラジオの方もね、実際こう照れて、花ちゃんがね照れてわーはーってなってる感じは、こういう風になってるよと、いつも映像で、映像じゃないのかこれはという風になってたんですけれども、今回本当に、映像で、見ることができて、皆さんいかがでしたでしょうか。な、な、ええやろ。ええやろじゃないよ。なんだええやろって。はなちゃんどうだった？うん。なんかやっぱ、うん、いや楽しいよ、デュララジはやっぱり。楽しいね。うん、楽しい。でやっぱこういう風にいろんな人に見守られてるんだなっていうのは分かったけれど。うん、どうにかして仕返しをしたい。仕返し、いろいろしてるじゃん。今日なんかあるの？仕返し。今日、うん、今日、うん、よし、いや、いつもなんか用意してくれるじゃない。そうだね、うん、そうだね。とうしくん、お疲れ様んさ。かわいいね。また次回。今度は本放送でお会いしましょう。